まあ今回は高尾選手におおお話を伺いいいままます。す。す。よろしくお願いしししくお願願高尾選手、関西学院大学からこの岩場に加入してもうすぐ1年というところですけど、はい、どうですかその1年通してプロ生活っていうのは充実してますか、えーまあそうですね試合も最初は出れなかったですけど、まあ、出ることができてそこからずっと出てまあ今ちょっと出てないですけど、うん、まあまあここからまた頑張ろうかなと思います。 まあの今年1年ね本当に生活もがらっと変わったと思うんですけど、はい、ご自身でこれだけ活躍できる自信っていうのはありましたかいやまあ活躍できる自信はそんななかったけどままあししたたいとは思ってました今シーズンのねそのスタート当初は u 二2 3での起用がメインでしたけども、はい、それまで外からガンバ大阪っていうものを見てたわけじゃないですか。はい、なんかか観客ととももすごく声がもう大学と全然違って まあ、いっぱいサポーターもいっぱいいますし、そういうところも全然違うし、レベルも全然違ったんで。最初はすごいなと思いました。どこで出ればいいんやろうと思いました。まあ、その、u う二十三って言うと、やっぱり森下監督ですけど、はい、どんな監督ですか。もう、すごく熱くて、優しくて、厳しい。よくね、あの選手の皆さんが森下監督からこんなことアドバイスをされて。で、すごく考え方が変わったとか、はい、結構そういう話を聞くんですけど。はい まあ僕は最初出れなくてちょっと落ち込んだ時があったんですけどその時はしっかり2人話してくれてまあ別にめちゃくちゃは言われてはないですけどまあサッカーのところのことだったりとかまあ姿勢だったりとかは言ってもらってまあ確かにそうだなと思って改めてで23で練習して変わりましたなんかこう考え方とかそういった面でのアドバイスっていうのは、うん、なんか僕そんなに めちゃくちゃ熱いタイプっていうかそんなプレーに出るタイプじゃないんですけど、うんまあ、まあ別に声出せば熱くなるとか、まあ、声出すのそんな得意じゃないんで、まあ、プレーのところ激しくいくとかそういうところで自分出ししていいけばいいよとか言われました、うん、高尾選手というとやっぱりターニングポイントになったのがセレッソ大阪との大阪ダービーだと思いますけど、はい、いきなりその J1 デビューが大阪ダービーだったわけじゃないですか、はい、最初初初のの週初めめ練習で初めて、うん スリーバックのレギュアって、これこれ出るのかなみたいななったんですけど、まあまだ分かんなくて、でそのまま練習してって、デスタメン発表でまあやるってなって、まあ全然嬉しかったですね。うん、その初めてその J ワンでピッチに立った時ってどうでしたか？まあやっぱ不安も大きくあったんですけど、まあここで活躍したらあるなと思って、頑張ろうと思いました。うん 緊張は緊張もしましたうん、うん、けどもうやるしかないっていうのが強くて、うん、試合に入る前に例えば宮本監督であったりとかその先輩方から何か声をかけられたりっていうのはありましたかえっと松根さんからは、うん、まあ紅白戦とかしたんですけどその時に、まあ、代表レベルじゃないですか相手も全員だからそれをゼロで抑えられてたなから「まあ、試合もやれるよ」みたいな言われて、うん、まあ先輩からはみんな。 落ち着けよみたいな、健太君とかも,もう困ったらパス出していいからみたいなことを言ってくれてすごく助かりました今シーズンは、バックの、ね、一角ととして起用されることが多いですよね、はい、もともと右サイドバックでのプレーを得意とされているじゃないですか、はい、その辺こう戸惑いっていうのはなかかったんです3バックやるって思っ言われたときは、すごく戸惑いましたけど、うん、結構やってみたら、別にそんなにやっていることは変わらないというか。うん ただサイド張ってるのが中になって、うん、ビルドアップとかもしますし、うん、守備がセンターバックってちょっとなっただけなんでうん、うん、別にそんなにやってて、うん、結構じゃあ逆にそうですねなんかプレーの幅広がってよかったなと思いますサイドバックの時はもうずっと攻撃が好きだったんで攻撃してたんですけど、うん、まあ守備が大事なんで守備のところはすごくプレーの幅広がりました。うん、で夏には、 大幅な選手がね、大幅に選手は入れ替わりましたけども、はい、あの宇佐美選手とか秀口選手とかパトリック選手なども帰ってきて、いい刺激になってるんじゃないですか。はい、なってます。うん、バス出したら点も取ってくれるし、うんうん、まあ洋介だったらもう守備も全部行ってくれたりするんで助かります。うん、リーグ戦では、まあの内容がこう良くても勝ちきれない試合だったりとか、終盤に失点してね引き分けになったりとか。はい 悔しいゲームがたたくさんあったと思うんですけども、はいうん、まあやっぱり終盤失点してるヴィッセルと、うんうん、サンフレ戦は僕の頭から上からやられてあるんで、まあ、そこがまあすごく課題だなと思ってて、うん、でそこからずっとヘディングの練習してて試合に出てる時はもっとまあやっぱ1 0で勝ち切るのが一番大事なんですけど、うん、まあもっと点決めて。 もっとしっかり楽な試合にしたいなっていうのはありましたさらにまあ直近の試合でいうと、えー、第30節の湘南ベルマーレ戦31節の大分トリンダー戦、まあ、ベンチスタートということになったじゃないですか、はい、そのベンチから見るガンバ大阪またちょっと違うように見えるものじゃないああもう全然違いましたうんこ刺激もやっぱり受けたんじゃないですか、はい、受けました、うん、僕が出たらこうしたのになとかもあります 来シーズンはね、はい、高尾選手の後輩であるあ,、はあはあ、あの山本祐貴選手の加入がね、はい、決定しましたけど、その山本選手から何か相談っていうのはありましたか？あ、祐貴はやっぱりあのまあ多くのクラブが声をかけてたと思うんで、はいまあ、どこがいいですかねみたいなのはありました。うん、一緒にご飯行ったりとかもうんうん、うん。で、でやっぱ頑張れと伝えました。言った。はい、何かこう頑張りに入ることにあたってアドバイスとかもされましたか？ もうそんなな深いいことじゃないですけど思ったより自分多分自分の思ってるより頑張るレベル高いからでも入る時はもう多分できると思って入ってくるんですけど帰ってきたらあれみんなめっちゃ,めっちゃうまいと思うんでそこで落ちるんじゃなくてもっとやんないと多分すぐには絶対試合出れないみたいなのはありました。 来シーズン以降もあの高尾選手も,もちろんねあのプロ生活が続いていくと思うんですけどあの今後どういったサッカー選手になりたいと思いやっぱ試合で続けたいですね一番は。でゆくゆくはちゃんとチーム引っ張っていけるような選手になりたいです。